雪が溶け始めている。よかった。精霊たちが新しい巫女の誕生を喜んでくれているのかもね。うちもう寒いの嫌や。雪原に入る前は雪だるま作るってはしゃいでたのに。過ぎたことはええやん。先のことを見据えていこう。先のことといえばこれからの道のりについてだな。私たちはこの滝に沿って高原を下り港町ラタへ向かう。港町ということは海があるんよな。うち海を見るのは初めてや。そこから船に乗って水の都エリスタニアを目指すんだ。世界で一番大きな都エリスタニア。そこでは水の巫女と会うんやろ。どんな人なんやろな。エリスタニアでの用事は巫女との合流だけじゃないよ。私たちはそこで洗礼を受けるの。マナの木までの道のりは長いからな。水の都の女王が巫女のために旅の安全を祈ってくれる。巫女の旅はまだまだ序章なんやね。あれ、どうした？ひな見て、カチンコチンになってる。完全に凍って、いや溶け始めてる。あ、カチコチだったけど大丈夫？さっきのサボテン、なんか落としていけへんかった？うん、これは日記かな。何書いてあるんやろな。見てみひん？え？勝手に見ていいのかな。ちょっと気にはなるけど。次会うた時しれっと返したらええやんな。
油断せず戦おう。ここは精霊の力を借りて安全に渡ろう。少し休憩しよう。ゆっくりになったよ。気をつけて進もう。無双だ。準備を整えよう。ゆっくりになったよ。
ってる。こんなところだ。よし、せい、どれどれ、おお、動きがゆっくりになったよ。はっ、はっ、はっ、どれどれ、これは、はっ、おいそうだ。いっぱい魔物がおるな。蹴散らして進むで。周辺にもまだ潜んでいる気配があるな。おそらくあれを倒しても次が来る。警戒してくれ。そんなん、うちだって気づいてたし。連戦になりそうだね。ヒナは下がってて。みんな頑張ってね。回復は私に任せて。援護は任せて。これで全て片付いたようだ。モートレアがおるとラックやな。うちは手抜いても良さそうや。森人の僕がしっかりしてればいいんだけどね。二人とも手助けをありがとう。お、そんなキラキラした目でこっち見んといて。テンポとしたうちがしょぼいやつになるやん。ファルロー大草原も近い。先へ進もう。の魔物やったな。これから先こういったことに遭遇することも増えるだろう。日頃から連戦に備える心構えが必要かもしれないな。そうだね。装備とか道具もこまめに見直そう。
あったかい。ほんま寒かったもんな。生き返る。この大草原の先に港町ラタがあるんだが、ミルパ様は留守のようだな。ミルパ様？モートリアさんのお知り合い？この牧場の主だ。私がエリスタニアにいた時にお世話になった方で、剣術の師でもある。大草原を行くにあたり力を借りようと思っていた。モートレアって水の都に住んでたんだ。ああ、エテラナが滅び、一人取り残されていた私をエリスタニアに住む人が助けてくれてな。以来私はその人の家で暮らしている。ミルパ様に引き合わせてくれたのも彼なんだ。人に歴史ありって言わはるけど、いろんな出会いがあるんやね。水の都へ行くのは初めてだから心強いね。少なくとも町で道に迷うようなことはないな。さて、ミルパ様がいないとなると仕方がない。このまま大草原を進もう。牧場やな。この牧場、ミルパ様って方が一人で？ああ、そのはずだ。へえ、それはすごいな。ミルパって人、意外と大物なんちゃう？ほっ、はっ、へっ、はっ。準備を整えよう。よし、ほっ、はい、ほっ、はっ、うまみつ、はっ、よし、ほっ、よし、はい、はっ、
よし、ピックルは見当たらないか。モートレア、戻ってきよったな。でっかいワンコ。案ずるな、この子たちは安全だ。ミルパ様、お久しぶりです。今回は一人旅ではないのだな。しかし護衛というわけでもなさそうだ。はい、彼らは私の仲間です。ほほう、仲間とな。前に会った時よりもいい顔をしておる。何があったか聞かせてくれないか。エテラナで月の巫女に指名されました。月の巫女、そうだったか。過去を、時を思うお前の心が精霊を呼び覚まし、そして精霊はお前に次なる未来を託したわけだ。よかったな、モートレア。私もニキータも嬉しく思うぞ。ミルパ様。さあ、巫女がこんなところでグズグズしていてはいかん。時は決して立ち止まるものではない。新しい未来のため、マナの木へ向かうがよい。コラやな。これはピックルという動物だ。ミルパ様が手なずけているから怖がることはない。ピックルを使えば大草原の移動も楽になる。みんなも乗ってくれ。よっ。持っていけ。そのベルを鳴らせばいつでもピックルを呼ぶことができる。巫女たちとその旅路に加護あれ。感謝します。ミルパ様、どうぞお元気で。はっ。うちらも行こか。二人についていこう。出発。ヒナ、しっかり捕まって。うん。はっ。ピックルに乗り、バルと二人で大草原をかけた。マナの木への旅がこんなに楽しいなんて想像もしなかった。この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも、いつまでも、いつまでも。ミルパ様にお会いできてよかった。ピックルがいれば港町まで楽に行けるだろう。この子ら早いな。乗り心地もなかなかやし。よし、
大草原を駆け抜けてラタへ向かおう。気持ちいいな。もっと早く！気持ちいいな。クマリツゲット！気持ちいいな。クマミツ！もっと早く！クマミツゲット！風の谷とはまた違った風の匂いがする。ラムコも感じる？故郷が恋しくなった。え？全然や。うち今めっちゃ楽しいで。もっと早く！クマミツ！次もよろしく。もっと早く！クマミツ！楽しかったわ。
新たな力が。まだまだいけそうだ。うん、いい感じ。この調子だ。マナの木までの旅がこんなに楽しいなんて思わなかったな。ヒナと一緒に大草原をかけてずっとこうして旅を続けられたらいいのに。グマミツ、うちの出番やな。任せてくれ。こっちは任せて。どれどれ、これは。
よろしくね。あの遠くに見えんの、海かな。日の光でキラキラしてるのが見えるね。はよ近くで見たい。私も港町に着くのが楽しみになってきた。もっと早く。気持ちいいな。もっと早く。気持ちいいな。もっと早く。クマリツゲット。気持ちいいな。もっと早く。クマリツゲット。クマリツ。気持ちいいな。何度も通ってきた大草原のはずなんだが、なぜだろう、いつもと違った景色を感じられる。少しは前向きになれたってことになっちゃう。月の大精霊に未来託されたら、もううじうじしてられへんもんな。そうだな、月の巫女として恥じぬよう進もうと思う。もっと早く。気持ちいいな。もっと早く。
次もよろしく。もっと早く。気持ちいいな。もっと早く。なんだろう、石から不思議な光が出てる。精霊の気配はするけど、触っても何も起きないね。場所だけ覚えておいて、今はラタへと向かおう。気持ちいいな。ありがとう。また頼むね。もっと早く。さっきもらったベル、なんなん？鳴らしただけでピックルたちが来てくれるんか？音に敏感な習性を生かしてミルバ様が鳴らしたと聞いた。これで旅の仲間がさらに増えたね。頼もしいや。ありがとう。助かったわ。また頼むね。みんな、気をつけて。本気を出すまでもなかったな。少し休憩しよう。
よし、はっ、うまみつ。あとは成長できたかな。よろしくね。ありがとう。頼む。また頼むね。の流れが変化してるね。油断せずに戦おう。
準備を整えよう。巫女のお役目や心構えについてもう少し学んでおけばよかった。巫女は規則正しい生活が大事だよって村で教わったよ。夜は早く寝て朝ちゃんと起きることって。うん、それならば普段から心がけていることだ。安心した。もうとりゃ真面目やな。もらうよ。さあ、行こう。気持ちいいな。もっと早く。あっち、シカオルで。跳ねとる。カリナさん、でも楽しそうだね。ずっと旅がしたかったんだって言ってたもんな。ありがとう。頼む。また頼むね。もらうよ。見たことない草木がたくさん。綺麗な花もたくさん咲いてるね。なあ、ちょっと見ていかへん？触ってみたい。この距離、ピックルがいなかったら大変だったね。本当、歩いていたら大変だったろうな。歩きとか考えてないわ。ミルパ様にお会いできなかったらそのつもりだったのだが。会えてほんまによかった。どれどれ、役立てさせてもらうよ。さあ、行こう。ロマンスゲット。